ブライアン・テイラーは1970年代のアメリカ合衆国プロリーグで活躍した元バスケットボール選手。ニュージャージー州パース・アンボイ出身、プリンストン大学卒業。ポジションはガード、身長188センチメートル、体重84キログラム。プリンストン大学では2年間のみプレイし、4年生のシーズンを待たずして、 プロの世界に入ったが現役引退後に再び大学に戻り1983年に卒業している。在学中は通算1239得点を記録し1971年の IB リーグ新人王2年それぞれでオール IB のファーストチーム入りをしている。1972年のドラフトでは ABA のニューヨークネッツと NBA の シアトルスーパーソニックスから同時に指名を受けたが、テイラーはネッツと契約した。テイラーは1年目からチームの主要得点源の一人として活躍し、平均15.3得点を上げて新人王を受賞する。翌1973から74シーズンには、ジュリアス・アービングがネッツに入団し、大きく戦力アップしたネッツはこの年のファイナルを連覇。 テイラーは70年代中盤に全盛期を迎え、1974から75シーズンには初のオールスター出場を果たし、1975から76シーズンにはキャリアハイとなる平均18.8得点を記録。ネッツはこの年も優勝を果たし、テイラーはネッツ在籍中に2度の ABA 優勝を経験した。また優秀なディフェンダーでもあったテイラーは2年連続で、 オールディフェンシブファーストチームに選ばれている。このシーズン終了後に ABA は NBA に吸収合併される形で消滅し、テイラーはネッツからカンザスシティキングスに移籍し、さらにデンバーナゲッツにトレードされた。1979から80シーズンから4、シーズン3ンディエゴクリッパーズでプレーネッツ時代は主にスコアラーとしてプレーしたテイラーだがクリッパーズでは、 プレーメーカーとしても活躍し、最後の2シーズンはいずれも平均6アシスト以上を上げた。1982年に現役から引退。ABA、NBA10 シーズンの成績は通算7868得点2478アシスト、平均13.1得点4.1アシストだった。現役引退後はロサンゼルス市内の高校の校長となった。 バスカットボールレフレンス。ありがとうございます。